皆さんこんにちは、ハッピー書道です。今回はご覧の通りノースサファリ札幌という、動物園とサファリパークのちょうど間くらいの動物がいっぱい触れられるところにやってまいりました。入り口入るとすぐにこの大きなワンちゃんがお出迎えしてくれましたよ。ちょうど従業員さんがワンちゃんに何かをしにやってまいりましたね。やっぱり従業員さんにスタッフさんにすごく懐いて、このはしゃぎっぷりとても可愛いです。次にお出迎えしてくれたのがこのシマウマちゃん。シマウマちゃんは馬っていう名前が入っているんですが、見た目は馬に似ているのですが、なんとロバに近い生態だそうです。そして昔は家畜化なども試みたそうなんですが、警戒心が強くて家畜化にはならなかったそうです。でもこちらのシマウマちゃんは人懐っこかったです。次はご覧ください、可愛すぎるアザラシちゃんです。ずっとこっちの方を見ながら泳いだり、おやつくださいって言ってたり、クリクリお目目がとっても可愛かったです。たのが羊ちゃん。こちらの羊ちゃん、ベレーブラックノーズシープといって、世界一可愛いと言われている羊ちゃんだみたいです。毛並みがなんかクリクリモクモクしていて、顔が真っ黒なのが特徴ですね。エゾリスちゃんですが、あまり動画がなかったのでこれくらいです。で、ちょっと名前忘れちゃったんですが、おそらく北極狐ちゃんだと思います。で、隣はこの子もなんとか狐の種類の可愛い子ちゃんたちです。次はこの子たち。この子たちはハイエナちゃんです。なんかね、初めて実物を見たんですけども、思ったより大きいですし、テレビで見るとちっちゃく見えるんだけど、大きくて歩き方も迫力があってちょっと怖かったです。はい、次はキタキツネちゃん。北海道人あるあるかと思うんですけども、キタキツネちゃんがこのように鎖に付けられてつなげられているのを見るのは逆に初めてです。はい、その辺にキタキツネちゃんは結構いるので、この光景がすごく珍しくて、なんか結構ね撮っちゃいました。で、次はギンギツネちゃん。ここからぴったりと動かずじーっとしていました。なんかタヌキっぽくてすごく可愛かったです。この子はアルパカちゃん。ずっともくもくと草を食べていましたよ。続いては温室に入ってまいりましたよ。この子はメンフクロウ。そして隣のこちらが赤足盛りフクロウちゃんです。で、赤足盛りフクロウちゃんの方は起きてたんですけれども、メンちゃんの方は寝ていましたよ。で、隣にいたのがグリーンイグアナちゃんです。この子とってもグリーンの色がはっきりしていて、すごく可愛かったです。そして大人気だったのがこのライオンの赤ちゃん。この子たちを見るためにすごい子供から大人までこのようにライオンちゃんの前にはびっちり人がいましたよ。重そう。次は雪が似合う動物ナンバーワン、トナカイちゃんです。実物で見るとこのね、角がすごく立派で、すごく頭が重そうに見えました。でもね、すっごいつぶらな瞳でめちゃくちゃ可愛かったです。え、超可愛いじゃん、ペンちゃん。ペンちゃんのご飯ペンちゃん、あ、うんちした。かわいい。
そんなペンちゃんとの会話を終えた私はアメリカバクちゃんのところへやってきました。このアメリカバクちゃん、この鼻が長い感じがゾウさんみたいなんですけれども、この子は、短い首が特徴で、この鼻に見えるところは上唇と鼻が合わさって自由に動く鼻のようですよ。これでいろんなものを食べたりしています。はい、隣にはね、この大人気カピバラちゃんが寝そべっていましたよ。はい、このバクちゃんはね、夢を食べると言われているんですけれども、中国の想像上の生き物のバクが夢を食べるとされていて、いつしかそのバクとこの実在するバクちゃんが、混合されて夢を食べるって言われたそうです。実際にこの子は、夢は食べるかどうかは謎だそうですね。次は屋内に移動してきましたよ。ルリコンゴウインコというインコがいました。この子すごくね、美しい羽を持っているので、ついつい触ってみたくなりました。はい、見つかっちゃいました。でね、そこら中にカピバラちゃんもいたりして、カピバラちゃんもこのように触れちゃうんです。はい、毛はね、チクチクしてたわしみたいなトゲトゲした硬い毛でしたよ。アライグマちゃんたちです。この子たちはさっき見た時には寝ていたんですけど、今、近くの方がおやつをあげてくれて、わらわらと皆さん起き上がってきてくれました。すごい可愛らしいです。で、一通り動物ちゃんたちを見れたので、帰り際また羊ちゃんのところを通って帰りますよ。この子、目がどこにあるのかやっぱりわからない。そこが可愛らしいところですね。で、園内を出てから、よく見るとライオンさんの檻が別のところにあったみたいで、ちょっと見に行くと上から見れるようになっていました。迫力満点ですね。これ冬季じゃなかったら、夏だったら下から見ることもできたみたいですね。下から見ると檻がより一層近くに見えるので、すごいと思います。帰りにサイミっていうところに寄ってみました。ラーメンは普段食べないんですけれども、こちらはすごく評判の良いラーメン屋さんで、札幌でも人気のお店です。こんなにもサインがたくさんありましたよ。皆さん、今回の動画はいかがでしたでしょうか。また見に来てください。最後までご覧くださりありがとうございました。バイバーイ。